超伝導現象を扱った b c s 理論の提出と、それによるバーディーンの2回目のノーベル物理学賞受賞を記念して建てられた石踏み。イリノイ大学アーバナシャンペーン校にて撮影。ジョン・バーディーンはアメリカの物理学者。1956年にウィリアム・ショック・レイ、ウォルター・ブラッテンとトランジスタの発明によって、さらに1972年にレオン・クーパー。 ジョン・ロバート・シュリーファート超伝導に関する、いわゆる BCS 理論で、ノーベル物理学賞を受賞しており、2018年、現在、ノーベル物理学賞を二度受賞した、唯一の人物である。1908年ウィスコンシン州のマディソンで生まれた。父親は解剖学の大学教授、母親も教育者の経験があった。バーディーンは、早くから、数学の才能を示した。 1923年にウィスコンシン大学に入学し、1928年に電気工学科を卒業した後、一時ビッツバーグの石油会社に勤務するが、博士号取得を目指し、プリンストン大学、ハーバード大学で数学、物理学を学んだ。紹介されたジェーンと結婚。1938年からミネソタ大学の助教授になった。 第二次世界大戦が始まると、海軍兵器研究所に4年勤めた。1945年10月からベル研究所に入り、1948年、ショックレーラとトランジスターの開発に成功した。1956年その功績により1回目のノーベル賞を受賞した。1951年ショックレーとの仕事から離れ、イリノイ大学の教授となり、本格的に、 超伝導理論の研究を開始する。1953年には国際理論物理学会、東京京都に参加し、京都大学で行われた超伝導分科会では、中島サを発表の電子フォーノン議論に着目し、米国に帰国後、それをもとに論文、バーディーン、ディーパインズ理論を発表し、PCS 理論論文でも引用している。 中島を高年入りの医大学に招待するなど、終生の友情を築いた。1956年、総まとめとなる超伝導理論に関する文献、報告を、ハンテブックデアフィシック、15に発表。1957年、レオン・クーパーをプリンストンから、招聘し、大学院生シュリー・ファーラと組み、超伝導の標準理論、BCS 理論を導いた。 その功績により1972年に1回目のノーベル物理学賞を受賞した。ゴルフが趣味で、研究の合間にはゴルフでリフレッシュした。その後も日本に何度か訪れている。最晩年に日本のテレビ番組である NHK スペシャル、電子立国日本の自助伝にトランジスター、開発当時の証言が収録され、その映像が放映される前に亡くなっている。 息子たちも物理学者になった、長男のジェームスは宇宙論、次男のウィリアムは素粒子論が専門。また、長女のエリザベスは MIT の物理学者と結婚した。ありがとうございます。